はようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト、今週は雲南市肖像坊多賀典香さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。はい、今日も多賀典香さんとおしゃべりをしていきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。森の遊び場という場所を、はい、あれはお寺の裏山なんですかね。そうですね、裏の方になりますね。うん、に作られたということで。はい、あれなんだっけな、まあ、写真とかでも見たし、ちょっとムービー的なやつもなんかありましたよね。そうそう、なんかすごい楽しそうだなっていうか、こうに忍者村みたいな、わかんないけどね、なんか忍者の修行とかあるじゃないですか、そういうアトラクションみたいな、はい、うん、なんかあれに近いこう、うん、感じがあって、あれは子供喜びそうですね。あれがうちの妹が、うん、確か保育士と幼稚園と両方の免許取って書いたんだと思うんですけど、うん、でうちのそのもうふるさと中野幼稚園っていうのがあって、でそこでうちの妹が勤めてたんですよね。でせっかくこんな田舎にいるんだから森で遊ばないと意味ないじゃないかと思って、でそれでもう一人の先生と一緒に森で遊びましょうみたいな計画を立てて、で最初は森の中をただ散策するだけだったんですよね。うん、でそれが多分そうだ、うちの妹が勤めて1年です。もうその幼稚園が閉園になっちゃって、人口少ないから少子子供が少なくて閉園になって、でそれから中野の小学校も閉校になるっていう話が出てきたんで、うん、多分その小学校から小学校に移るときに、その小学生同士で次の小学校とその中野小学校とのことを一緒に遊ぶっていう機会をその山の中にするようになった、うん、多分交流の場みたいになったんだと思うんですよね。でその辺からちょっとアスレチックも出てきたみたいな感じで、うん、で竹がいっぱい生えてるんで、その竹を利用してその木と木の間を竹で、渡れるようにして、天然の平均台みたいなのを作ったりとか、あと竹にネットをかけてハンモックみたいな感じとか、うん、まあそんな感じで、まあ、うちの父と弟が主にやって続けてきた。だから私は、その、たまに帰ってきていいとこ通りをするみたいな感じだけどね。うん、なるほどね。やっぱ、森の中で遊ぶと、あれは多分、すごくいい影響を、があると思うんですよ。いや絶対ですよ、うん、ですよね、うん、木からもいい影響を受けるし、あの土にも触る、そう、土もねすごい大事だと思う。で普段だとなんかやっぱり汚いけん触らんみたいなところも、まあもうな、土って汚くないと思うけど、
やっぱなんか汚いっていうイメージになるんですかね。土は、まあ、確かにね、その、白い服が汚れるっていう意味では、ね、あれだけど、でも、ものすごい数の、だちょっと、こう、人救いに、何億とかじゃない、なんか超レベルだっけのね、数の、こう、バクテリアとか、こう、微生物とか、何やらがいたりして、まあ、ほんと、有機物の宝庫なんで、うん、だから触れることで、今ってね、なんか最近だと特に除菌しすぎちゃって、はい、逆に、まあコロナには必要かもしれないけど、でも、うん、そういう免疫を鍛えるっていうのが、なくなっちゃってるっていうよく話もあるし、いや、すごい大事だと思いますよね。いや、そうですよね、本当。まだ、土に触れるだけでもいいと思うし、で、あと、その崖を登ったりするんですよね。で、その時に子供たちは自分の、ま、手、足とかも全ての、ま、五感も多分フル活用して、この枝には触っても折れないかとか、ここは足がかけれるんじゃないかとか、で、多分匂いとかも嗅ぎながら、それが記憶に残ったりもするだろうし、だけどすごい、結構いろんな、こう、神経を使って遊べると思うんですよ。で、本当にポキって折れたらガーッってひっくり返りそうなんで、怖いっていうのもわかるし。そうですね。うん。だからすごい、あ、これは本当に地球と会話をするっていうのをちっちゃい頃味わえるっていうのはいいんじゃないかと思ってます。うん、ねえ。うん、そうですよね。まあ、あれなんか見てても、なんか、多賀さんって感性の人だよなっていう、まあ、いろんな側面があるとは思うんだけど、なんか生き生きしていて、感性で言うと、太鼓もある。あ、そうですね。太鼓は私を救ってくれたものの一つ、ね。あ、そうなんだ。救ってくれたんですね。そうですね。あれも妹が、連れてってくれたんですけど、うん、妹が和太鼓し始めて、で、姉ちゃんも来てみたわねみたいな感じで、うん、で、行って叩いてる時も、やっぱ最初は、それこそ、まあ、どうせ私なんかが叩いても、太鼓ってすごい高尚なものだから、今更30代になって、うん、こんな素人が。そう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 、と思ってたんですけど、うん、いや、まあ、それの、まあ、太鼓の先生との出会いが良かったんだと思うんですけど、うん、まあ、その先生が、いいけんやれみたいに言われて、まあ、つべこべ言わずにやれみたいな感じだった。うん、で、それで、ああ、やっていいんだ、みたいなんで、で、やり始めて、うん、で、やると楽しいので、家に帰ってからもまたやって、うん、で、そう、こうして、やっぱ、その、一番最初本番出させてもらったときは、え、本当に本番出ていいんだろうかとか、ドキドキするし、間違えるし、うん、あ、もうダメだこりゃ、みたいな感じで。でも、こう本番が一番練習だったりするんですよね。素晴らしい。何回練習するよりも、一回の本番ってすごく。ああ、そうでしょうね。うん。だったりして。で、だんだんこう、もう体が勝手に動くようになって、楽しくなってくると、うん、次その先生が、今度は何日に本番だみたいなこと言って、で、自分からそう出たいですっていうのがなかなか言えないから、やっぱ出れって言われるのを 待ってるわけですよね、まずその時って、うんうん。そしたら、で、一回前出れるんじゃないか、出れやって言われても、いや、私なんかみたいな感じで、ちょっと断ってしまったりとかするときに、うん、いや、お前の太鼓がいいって思っとうけん、出れってどうだろうが、みたいなことを言ってこされて、それがすごく嬉しかったんですよね。うん、その時初めて自分っていうものを認められた。それまで多分、いろんな高典香はいたんですよ。肖像坊の高典香だったり。うん、なんか、同性が好きな高典香だったり、うん、
まあ、勉強も一生懸命はしてたけど、まあ、何かしらこう、いろんな高乗り家がいる中で、私が、この対抗する自分で、私好きかもしれない。私結構、上手くなってきたかもしれないって、思っている瞬間に、うん、その自分が自分で認めれるものに対して褒めてもらうっていうのは、うん、素晴らしい体験だなと思って。これそうですよね、うん。きっと褒められる体験はしてきたかもしれないけど、自分がいいと思ったものに出なかったりとか、タイミングがずれたりとかしたりすると、せっかく褒めてもらっても効果が出なかったりするもんなんだなというのは。うん、そうか。そこが噛み合ってるっていうのはすごいんですね。だから、うん、あれで一気に私は多分自己肯定感が上がったの、多分。太鼓ってまた振動がいいですよね。あのね。そうですね。うん。もう直接鼓動に来るというか。そう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 。あの、心臓と共鳴するというのか。うん。はい。あれ、で今、その子供たちに、雲南市って永井隆さんって、あの、原爆で、被爆もされたけど、まあ、先生がおられて、うん、で、その先生に記念館とかも建てられるぐらい、雲南市で、その教育の基本目標にもなる人なんですけど、うん、その方のための曲というか、その方の平和をっていう祈りを込めたものに対しての平和をっていう曲が三刀屋太鼓であって、うん、その曲を毎年子供たち、小学校6年生に教えるんですけど、まあ1ヶ月で覚えさせるという超スパルタなことをするんですけどね。うんうん、それが、またその、一生懸命やるんですよ。結構子供たちが。子供たちが。で、こう心を合わせるっていう、まあどんなに下手でもいいけん、こう心を合わせて、やろうみたいなので、で、うん。すごく、なんだろう。自分が教えてるんだけど、一生懸命やったらこんなことまでできるっていうのを子供たちから私にも教えてくれたみたいなとこもあって、うん、やればできるっていうのは、うん、結構、私が教えたかったけど、自分が教わったみたいなところはありますね。みんなで合わせて叩く。みんなで、はい。何人でやるかな。40人ぐらいで叩く。おお。私がその曲を覚えるのに、1年ぐらいかかったのに、1ヶ月で覚えちゃったみたいな。すごい完璧ではないかもしれないですけど、今すごい。集中して一生懸命練習して、でその永井隆さんの言葉に如己愛人っていう言葉があって、それが己のごとく人を愛せよっていう、永井隆さんはキリストなんですけどね、うん、うん、でもその言葉がすごくいいなと思って、で割と学校では自分のように相手を愛せって、相手を愛せの方を結構強調して教えるって誰とでもらったみたいなのがあるけど、うん、私はやっぱ最初の如己愛人の如己、己のごとくがまず先にあるものだと思うんで。うん、ああ、そうですね。そこを最初に子供たちに伝えたいなと。だから、あの、如己だから、もし自分が自分のことをちゃんと愛せていなければ、うん、他者、他人を愛するっていうことだって、まあ、如己だから、うん、うん、
自分のごとくしかできないし、うん、うん、ってことですね。なるほどね。うん、そっか、昨日の話ともつながりますね、それは。あ、そうですね、うん、私は結構そこを大事にしないといけないと。うん、日本ってやっぱ和だから他人優先みたいな、和を大事っていうのは、うん、いいことではあるかもしれないけど。いやでも本当そう思うな。仏教でもね、自利利他って言って、利他は強調はするけれども、自利利他円満。自利と利他が円満であるっていうことが大事で、まあ初めてそれに、そうなった時に利他も成り立つわけで。うん。そうですよね。だから、その、ね、他者を大事にするだけ、言い過ぎちゃうと、やっぱどっかで、その自分がおろそかになると自分が拗ねちゃいますよね。うん。うん。で、拗ねた自分を抱えて、人を愛するってことは、やっぱ、まあ、どっか無理があるっていうか、根本的にはできないんでしょうね。うん、はい。うん。で、東、浄土真宗の、東本願寺の教えになるのか、あ、うん、浄土真宗の教えになると、その、他力本願っていう、ところがあって、うんうん、その、多分その、他力本願っていうのは、天命に案じて人事を尽くすっていう、人事を尽くして天命を尽くすじゃない方だと思うんですけど、うん。もう天命というものは、あって、人事を尽くして天命を尽くすだと、あ、天命を待つと、うん、これだけ一生懸命やったのに、天命が来なかったっていうので、うん、そうね、悲しくなっちゃうかもしれないけど、うん、もう天命に案じて人事を尽くすっていう方だと、天命というのがあって、でそれに対して、あ、まあ、それに対してというか、今の一瞬一瞬はすごく一生懸命自分の、その、心に沿って一生懸命やったら、どんな結果であろうと、それが一番最良の結果が実はあるんじゃないかなと思ってて、うん、それはすぐ結果が出ることじゃないかったりするかもしれないけども、うん、で、こう、本当にさっき、これは昨日でしたかね。うん、鎧を剥いでいった時に、あ、はいはい、出てくるものっていうのが、うんうん、私は、その、浄土真宗の中で出てくる自灯明っていうものだと思っていて、うん、自分の灯、自分を灯火としなさいというものが生まれて、その自分を灯火としたときに流れるようにご縁が流れていくんだというのが、本願他力とか他力本願っていうんだろうなと、自分で解釈してるんですけど。自灯明、法灯明っていうのは、ブッダ、お釈迦様の、言葉として、うん、こう伝わってるわけですけど、その自灯明っていうのは、私を灯火にせよ。自分の自で灯明と灯火だけれども、それは別に、確固たる自分を作ってこう自分を信じろっていう話ではないっていうこと？あ、今私が言った分です。うんうん、そうそうそう。あ、自分を信じるというか、自分の、こう、簡単に言うと、自分が何に悲しんで、うん、何が嬉しくて、何が楽しくて、うん、何が苦しくて、何に怒りを感じてっていう、自分の感情っていうものは唯一無二のもので、うん、で、それって、その、認めてあげていいものなんだよと。うん、その、で、自分っていうものをまず認めて、そうすると多分自分が、
本当にしたい道っていうのが、本当はなんか、自分が一番よく知ってるんじゃないかなと思ってて。で、その心をきちんと認めてあげて、灯火としたときに、行動も変わってきて、で、そうすると結ばれる縁も変わってきて、きちんとその、これが、本当かは、どうかわからないけど、私が信じるには、こう流れるように、自分の道って結構、まあ決まっているのかわかんないですけど、うまく流れるようになってるんじゃないかなと、思っていて、うん。で、その自分のことを認めれるのはなんでかっていうと、その法灯明で、法灯明っていうのは宇宙の方であって、社会の方とは違う宇宙の方は、たとえ一瞬であろうとも生まれたってことは、地球とか宇宙に愛されてるから生まれてきたんだよっていう、だからありのままの自分で大丈夫なんだっていうのを、法灯明でしっかりと支えてくれるというか、うん、まあ、守ってくれてるから、自分のことも信じれて、で、そうすると、こう流れるように縁が結ばれていくんじゃないかっていうのが私なりの仏教。で、結構それを自分で口に出すようになったら、本当に面白いほど、あ、こういうタイミングでこの人に会えるんだとか、こういうふうに繋がっていくんだみたいなのが、すごく不思議だったりする時もありますね。うん、そうですよね。うん。うん、まあ、その不思議な流れがこうつながって、今そう、今の多賀さん、不思議なところに立つ多賀さんがいるわけです。流れに。うん。ね。ほんと。それは、まあ僕も思うし、まあ縁あって、このラジオを聞く人もなんかそんなことを、まあ多分共感、あ、そうだよねって思う人もいれば、うん。うん、まあ何かを感じて、ちょっと任せてみようかなっていうか、うん、そんな感覚を持ってみる人も出てきたら嬉しいですね。はい。じゃあ、今日はこの辺で。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ここからは、音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経や、お坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。カルダイマカゴヒナハクラドロダノジェトショダデシヨジョボサマカサモジェシディモウジアイタボサキナガダイボサトショジンボサヨノジェトショダイボサギシュダカイトミヨショテンダシュクニリズボチョロシャリホジュデサノガンジュマノブズドイセカニョアグラコロウミコアミダコミンダセポシャリホジドガゴピョイコグラグオイシュジョペレシュクタンジュシュラクコミヨコグラグシャリホグラコドン
十六十七十八十九十十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 六両方は千両人間調査者理法人事国土民主水道省法学上にポーランゴは市民用二百千両学同時空車門前用車館地年少年分年本年総集中者理法公民国土上中に応ぜ駆動省本者理法本尿意ひるがここはみだしゃりほひるこびょびりょしょじぼこみとしょげてここいやみだうしゃりほひるじむぎこにみみりょむへんあそぎここびょはみだしゃりほみだびしょぶりだよこんじこいしゃりほひるびりょむへんしょもねしかやらかんひでさじゅんししょのじしょこさしやくみょでしゃりほひるごとじょじゅんよせくどくしょこはみしゃりほぐらくどじしょじょしゃかせやびばじごじゅたえいしょみじょこじちんたひでさんじゅんのじし高いみりょむへんあそぎこせしゃりほしろむしゃおとすがんかせいごびしょいしゃがてじょんよでしょじょぜんにきれいしょしゃりほいかいしょぜんごんひどきにんどくとにこむしゃりほにゃくぜんなしぜんじょんにおせやみだべしじみょうごやくじんやくじんやくさんにちなくしんじんごんじんやくろくじんやくしんじんしふらんこじりみょじゅじあみだべりしょしょしゅじゃくぜぜにじゅじしゅぜんとしょとごじょあみだべこらくどしゃりほかけぜりこせしごにゃくしゅじょもてせしゃほとすがんしょひごどシャリホジョガコシャサンダーミダブフカシギクドコヤクアスクリブシミソブダシミビシミコブヨムヨデトコガシャシュチョビカコグシコジョデサヘクサンデンダジェセカシソシコニョトシジョトシネジョサブカシギクドシャチョブシオホネンギョシャリホタンボセカリシカトミホコムナイゲムシミトミヨジョジビノデトコガシャシュチョビカコグシコジョデソヘクサンデンダジェセカシソリコニョトシジョトシネジョサブカシギクドシャチョブシオホネンギョシャリホタンボセカリリ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 天風三年代先生会長、日光の土地上、都市で所産、昔に駆動した勝負、昭和年行者、日本法世界、平均不差、勝負、な勝負に勝負、もよびの出頭、が社主勝負。韓国国事故上です。天風三年代先生会長、日光の土地上、都市で所産、昔に駆動した勝負、昭和年行者、日本法世界、一部、共和民を込めた、その後、不思議、法の出頭、が社主勝負、韓国国事故上です。天風三年代先生会長、日光の土地上、都市で所産、昔に駆動した勝負、昭和年行者、日本法世界、この無事、共和、工場部、広告、大連、無差、表現、ご自分、社会、主要部、法芸、部、経営、社会、部、女性、専門の出頭、が社主勝負、韓国国事故上です。天風三年代先生会長、日本の土地上、都市で所産、昔に駆動した勝負、昭和年行者、日本年間が、公明した勝負、昭和年行者、日本の空前な自然の人も、勝負、諸説の犠牲、無差、諸説な自然の人、会社、勝負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 、で、ご車輪を入党会と新宿学校で勝負、所詮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 車輪を入党会と新宿学校で が今社長さん勝負不可思議苦毒非勝負と約束が不可思議苦毒自殺で御社が二分の偉人南京氏人の御社幕府と五条学生五条君塾本能塾修行塾名塾中徳あの二原三脈三本大一生修行術で一切政権なし人法者理法と違う五条学生教師南京徳あの二原三脈三本大一切政権出身なし人法で一人南部政治教者理法一生陸一切政権天人阿修羅と文部省摂関義真珠再来に行こう不正の港我慢如来
南無不可思議故法蔵菩薩人事大聖自在用仏性土建性仏性土印国土人伝自然幕建立無常中小願長方形大偶然五行四運四正十十生明正凡十方無法無量無変更無限無体公園の諸常寛義智慧公普段なし無性公長日学校長人生一切群常無交渉本願明後諸常公心身心行願人上等学生大涅槃必死弁当願成就如来正意公出世優勢弥陀本願会公直学寺群常会往診如来如実言の方一年期愛心、普段煩悩特念半、煩症逆法再現入、尿臭侵入会一味、摂臭進行上昇後、胃の水波無明暗、頓内心臓死有無、上風心事心人天、泌尿に興奮無、無死現明無暗、逆心研究大狂気、速報調整高学習、一切全膜煩分に、門心尿来偶然眼、仏言高大承継者、善人明、踏んだり家、弥陀部本願念部、邪研究万学修上、信行十字人に難中心難昔、頻道採点し論言、中華自治行きしこそ、現代小公正小異、明尿来本勢大き、釈迦尿来両河川、一周五秒、南天寺空流中大寺出頭生、実の財派無権、先税大乗無情報、召喚議事、昭安楽、賢治難行六六、信行異行指導楽、億年弥陀部本願、次年即時、入筆上、唯能上昇如来号、王法大悲偶然音、天人菩薩造論聖、奇妙無下根如来、遠州多羅賢心寺、高専王朝大聖願、固有本願力栄光、二道群上昇維新、奇入空独大崩壊、筆学入大遠州主、特殊蓮華造成会、即上新尿保昇進、有本能林源人図、入賞寺四寺四下、本寺頓乱両天使、上皇乱小坊さらい、三蔵ルーシー中上京、本性専業喜楽を、天神坊さ論中下、報道因果形成が、お下、こういうたりき、症状死、有心人、学前本部新人法、小知小知即年半、必死無料公明道、小有修上会風景、当社決勝道南省、有名浄土活に、万全自力変言集、円満独合感染症、三風三神経音号安蔵魔法名道品、一生増悪地具税、三尿解消妙化。全道独明仏性一向愛情三要逆悪光明明後見因縁加入本願大智慧行者小中混合心狂気一年総合表意大東逆三人即将保障史上楽献身公開一大教返金安尿開催先祖出身反戦人法権二道小弁流国中学人優勝部外薬剤品摂取中煩悩症原水風権大品無権上昇が本寺元空明仏教連民全幕本部に新宗教商工編集戦直本願具悪戦元来生寺臨天下決地儀上位昇士即入着上無意楽筆致新人二の二運愚教大自修士徒上塞無変極俗悪道俗自修不動心唯一家心士故僧僧南無阿弥陀仏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 各神前人は皆寝ても覚めても隔てなく南無阿弥陀仏と述べし南無阿弥陀仏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 南無小道門の人は皆自力の振動を旨として他力不思議に入り濡ればきなき良きとすと信じせり南無阿弥陀仏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 南無釈迦の警護を馬しませど、主すべき不浄の泣き上に、さあ取りうるもの末法に一人もあらちと説きたも、ナームアミダブ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 、ナム。山頂浄土の大師と愛民せる従したばいて、信じ信じ進めしめ、成就の位に入れしめよ、ナームアミダブ、ナームアミダブ、ナームアミダブ。ナムアミダブ、ナー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 ムアミダブ、ナム。
他力の信じうる人を病を気に喜べばすなわち我が信ずぞと敬修せそんな褒めたもナムアミダブ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 ナム如来大悲の音読は身を粉にしても大ずべし四重地地の音読も骨を砕きてもしゃすべし万に宿道苦平等聖地祭同胞大師王上安楽公上人一流のご関係のもぬきは新人のもって本とせられそろそのゆえはもろもろの造業を投げ捨てて一心に乱に起業すれば不可思議の眼力として仏の方より往生は事情をせしめたもそのくらいを一年放棄入賞状始終とも釈しその上の称名を念仏った如来我が往生を定めたまいし御恩法人の念仏と心うべきなりあなかしこあなかしこ このポッドキャストはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。